六百十六人の生徒が通う福岡市博多区のむしろ田中学校です。今週一学期の期末テストが終わりました。福岡市の中学校では教員の負担を軽減するため。去年九月からあるシステムが導入されています。もうかなり楽になりましたね。導入されたのは AI が採点をサポートするデジタル自動採点システムです。 模範回答と生徒全員の回答用紙をスキャンしてデータ化するとカタカナやアルファベット、数字などの記号問題は AI が読み取って自動で採点してくれます記述式の問題は生徒全員の回答を並べて模範回答と見比べながら丸抜をつけていきますめくる作業がまずなくなりますねこのデスクトップに全員分の 回答が出ますので,でそこでこうクリックしていきながらバ×と決めていくのでつ1時間かかってたのがまあ20分30分ぐらいの間隔でかななりり楽になっております例えばこの「う」生徒はこれを「う」と思って書いてると思うのでこういったところがまだまだ AI では認識できないのでここは我々が確認してクリックしたら丸に変わるという形です。 多くの先生はこう土日にかけて家で採点とかしてたんですけど、ここ持って帰ってしまうと紛失であったりとそういうリスクがあるんですけど、作業時間も短くなるので、すべてこう勤務時間内で採点が終わって、業務軽減かつこう個人情報保護にもすごく、えー、役に立っていると思います点数や平均点、正答率も AI が自動で計算して、データ集計してくれます。採点の時間が減ることで もちろん授業の準備であったり部活動の指導であったりで子どもと向き合う時間が確保されることは先生方のすごく前向きになると思います。